ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。ボンドカーズアリーナ小島です。今回ご紹介させていただきますお車はこちらですね、BMW のスポーツモデル、M3 セダンになります。今回もですね、ご覧いただいて分かるように、ドレスアップしたお車になりますので、そういったポイントも押さえつつ、ご紹介させていただきます。それではスタートいたします。はい、それではまずエンジンの方をご紹介させていただければと思います。まず大きな開けていただくと特徴として、このカーボンのタワーバーがあります。なかなかこう純正でこのカーボンのタワーバーを使っているのが非常に少ないんじゃないかなと思います。でエンジンの方は直力のツインターボのエンジンになります。今回この5代目になる M3 になりますけども、一旦こうM3 前から言うと直4だったりっていろいろあって V8 になって、で今回また直6に戻ったというところが大きな売りの一つだと思うんですけども、エンジンもですね、先代の V8 よりかもパワーアップもしてますし、燃費も良くなってます。伝統的な直6と最新技術が組み、合わさってですね、非常に楽しんでいただけるエンジンに仕上がってるんじゃないかなと思います。はい、それでは外装エクステリアのご紹介をさせていただきます。今回こちらの車の勝手につけちゃうテーマというところなんですけども、純正のパーツとアフターパーツのコラボというところが、テーマになっている車だと思います。まずはフロントですね。こちら、BMW の純正パーツもおなじみだと思いますけど、 M パフォーマンスのブラックグリルが装備されています。で、ここも代表的ですね、カーボンパフォーマンスとリップのスポイラーがついてますね。で横に行きますと、こちらもですね、純正ではオプションの表記になってます、アルミホイールですね、19インチのアルミホイールになります。でこちら車高を見ていただくと、車高をローダウンしてます。こちらのローダウンの方は、カーベイのバージョン3の車高調でローダウンされてます。カーベイといえばもう有名どころになりますので、乗り心地だったりそういった部分は、ご安心していただけるパーツになります。でこちらサイドですね、これはパフォーマンスのカーボンで、ここに来まして、こちらはカーボンルーフはもう M3 は標準になっております。でサイドに降りていただいて、サイドも M パフォーマンスが入っております。でこちらリアですね、リアが一番分かりやすいと思うんですけど、こちらちょっとこの面を見ていただくと、スペーサーで、もうギリギリまで攻めてますね。本当にギリギリですね。この攻めはすごい個人的には大好きです。でテールに行くと、こちらがですね、こちらも M パフォーマンスのカーボントランクスポイラーで、こちらがアクセントでブラックですね。ブラック入れてます。ちょっと白と黒のコントラストいいですね。でこちらカーボンM パフォーマンスですね。フロントからサイド、リアと全て、ミラーもそうですけど M パフォーマンスが装備されています。だとこちらマフラーですね、アクロボビッチマフラーです。本当に二輪で有名になったメーカーっていうのはもう一昔、前の話じゃないかなと思うぐらいもう今非常に、有名どころになってます。すごい乾いたいいサウンドになりますので、そのマフラーサウンドは後ほど聞いていただければと思います。それでは内装を見ていきましょう。はい、それではインテリアの方ですね、ご紹介します。まずはその乗っていただいて、3シリーズとかそういうのとあまりパッと見は変わらないんですけども、まず大きなところは純正でカーボンがこういったところに、入っているのが M3 の大きな特徴ですね。でまた今回ですね、M パフォーマンスがインテリアでもかなり装備されています。こちらのシフトですね、あとはここのシフト周りもそうですね、あとはサイドブレーキも M パフォーマンス、あとはもう見ていただくと分かるようなハンドルですね、ここはカーボンになってまして、素材もアルカンタラスポーツステアリングになります。であとは見づらいんですけど、この足のですね、フットプレート等も M パフォーマンスが入っております。であとここですね、サイド、このサイドの方も M パフォーマンス、多分 M パフォーマンスに出てる内装パーツですね、ほぼ
装備されてるんじゃないかなと思います。はい、それではもう一つですね、 BMW の人気のアフターパーツの紹介をさせていただければと思います。こちらマルチメディアですね、押していただくと DVD ミュージックコレクションテレビとあるんですけど、このテレビがですね、まあ、純正、まあ、BMW に限らずなんですけど非常に受信が悪い、まあ、例えばご家族だったり同乗者の方だったりっていうので、そういった不評といいますか、お話を受けるんですけど、今回このインターフェースを使ってですね、テレビチューナーを外部で入れるような形になっております。音声はですね AX で入ってますので、まあ、もちろんクリアな音で楽しんでいただけますし、まあ、こちらを押していただくとチャンネルもこのボタンで変えることができますので、まあ、純正と変わらず、楽しんでいただくことができます。まあ、こういったところも非常に、人気の高いオプションになります。はい、それでは私身長168のシートポジションこちらになるんですけども、リアシートの方ですね、見ていただければと思います。コンパクトサイズとはいえいかがですかね。非常に足のスペースも十分ですね。ちょっと偉そうに組んでみたいなって、ね、してみても全然大丈夫です。上のクリアランスもですね、全然圧迫感もありませんし、リアシート十分なスペース確保できていると思います。はい、それではトランク、見ていただきます。で、お約束のゴルフバッグ、まあ、このサイズを参考にしていただければと思いますけども、いかがですかね。まあゴルフバッグ十分入るかって言ったら、まあちょっとどうかなというところありますけども、まあ、サイズ的にこのサイズセダンサイズであれば十分、高さはありますよね。まあ、そういったので、ご旅行だったりそういった部分にはお荷物中に入れていただけると思います。あとトランクスルーにもこちらになりますので、まあ長い荷物だったりこのボタンですね、ボタンを押していただくと倒れる形になります。十分なスペースを確保できていると思います。はい、今回ご紹介させていただきました、こちらの BMW M3 いかがだったでしょうか。まあ、BMW ですね、また文字 BMW バイエレッシュモトネベレグということで、エンジンメーカーですね。まあ、本当に、まあ、走る喜び、まあ、駆け抜ける喜びとかっていうフレーズも昔ありましたけども、やっぱり運転する楽しみを非常に押し出しているメーカーでもありますし、そのメーカーの代表格でもある今回のこの M3 にはなるんですけども、まあ、実際、まあ乗ってみてですね、やっぱり非常によくできたなという印象は非常にあります。ただやっぱり今まで M3 乗らせていただいてですね、やっぱりその、まあ、どのメーカーにもあるかもしれないけど、ちょっとおとなしい、できすぎてるかなという部分はやっぱり感じ、取れたなというのは、まあ、私のちょっと個人的な印象ではあるんですけども、まあ、そういった部分もですね、今回、まあ、こういったエアロだったりですとか、あと足回り、あとマフラーですねというのを、まあ、アフターパーツをつけることによって、まあ、車好きの方にもですね、非常にご満足いただける一台に仕上がってるんじゃないかなと思います。また市場でもですね、こういったここまでいじってる車って非常に少ないと思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、この機会に、まあ、現象をご覧いただきながらですね、またこういった車をご検討いただければなと思います。
それではですね、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。